備よろしいでしょうか。はい、じゃあ続きまして中島みゆきーずさんです。お願いします。はい、どうも、中島みゆきーずです。どうも、あのスパークルさんの1周年おめでとうございます。ありがとうございます。先ほどね、いろいろ1周年で、ありまして、うちの方ね、中島みゆきーずも、この1周年のイベントに合わせまして、ちょっと服装をね、猫の猫の格好で出まして、まあそういう思いの、ね、中で中島みゆき愛をね、中島みゆき愛をね、この1周年ね、やっていきたいなと思います。まあ私もね、ちょっと付き合ってちょっとこの猫の耳をかぶってるんですけど、合ってますかね。かわいいっていうのはあれなんですよね。はい、そしたらね、中島みゆき、縛りでね、行かせてもらいますんで、どうぞよろしくお願いします。
達道さん、毎朝今日はあの1周年の記念ライブにあの中島みゆきずお招きいただきまして、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの緊張してるんですけどね、あの務めさせてもらいます。1曲目はね、私ら勝手にねあの中島みゆきのテーマ曲なのでアフジをねあのやらせてもらってますので、そうですね、まあ、みゆきさんの曲ばかりやるんですけどね、あの2曲目なんですけどね、あのこの世情という曲なんですけども、その、みゆきさんいろいろね曲作ってあって、あの猫っていう歌詞が出てくる曲が何曲かあるんですけども、まあ、次の世情の中にも猫っていう歌詞があの入ってくるので、まあ、ご注目ください。Yeah.
世情はですね、金八先生のね、最後の方でなんか流れてる曲でも有名であってね、私も YouTube でそのシーンを見て流れてくる音楽、ミユキさんの音を聞いた時にも鳥肌立つぐらいに感動したんですけど、まあ、もしよろしかったら YouTube でまた探してみてください。次はルージュというね、これ千秋直美さんへ の提供曲ということで、うちさん12弦ギターなんですよね。で最初のところですごく、ね、美しく12弦ギターが鳴り響く箇所があるので注目してプレッシャーかけますね。はい、いやプレッシャーに強いうちさんですから大丈夫です。仕切り直しということでなかったことにしてください。忘れた。生まれた時から渡り鳥も渡り
ありがとうございます。あと2曲なんですけどね、2曲ともすごいねエネルギーいる曲なんで、私も給水、お水を飲むことを給水と言って、次の曲はそうって言って走るっていう曲で、まああのそうそうそう、あの、まあ、3人ともねあのマラソンやったことあるってことでね、鷲見さんは笹山マラソン選手、両方完走して、はい、で、久美は選手マラソン12、3回完走していて、ただいま故障中で松葉杖ついてます。で、うっちーさんもね故障してたんやけども、復活戦が2月、あ、1月と2月ですね、とね、この大阪マラソンね当たりましてね、5年ぶりにね、あの85回目のフルマラソン走る形で、あの、やっておりますそういうことで、そう、いきたいと思います。数えている僕は
ありがとうございます。力尽きちゃう。スミさんは、スミさんね、あの先ほどのマリアさんとね、ね、ヤマトさんなんです、別名。別名ね、ちょっとね、意外にね。ちょっと自分の手解除されて。はい。あの猫の耳になりました。耳になりました。失礼しました。まあ、最後の曲になりましたけどね。あの大震災がありましてね、あの能登半島の方でかなりあの辛い思いをされている方がたくさんいらっしゃるということで、あのファイトとかね、あのご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、これね、あのみゆきさん本人が熊本の大震災2016年の4月でしたよね、あの相当な被害を受けて、でその後でコンサートでこのファイトをね歌ってあるんですけど、それ YouTube で聴いたらものすごい神がかった歌い方をしてて、もうすごいファイトいただけることで、まあちょっとね、皆さんに乗り切っていただきたいなという思いも込めまして、最後ファイトで、ファイトお願いします。これで最後なので、はい、あの全力を出し切って私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙は終わりながら触れてみる。ガキのくせに途方を打たれ、少年たちの目が年を取る。悔しさを握りしめすぎた拳の中、爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の嘘笑い。私驚いてしまって、助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。暗い水の流れに浮かれながら魚たち登ってゆく。光ってるのは傷つけ、剥がれかけた鱗が出るか。いっそ水の流れに身を任せ、流れ落ちてしまえば楽なのにね。痩せこけてそんなに痩せこけて、魚たち登ってゆく。勝つか負けるかそれは分からない。
イエーイ、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。中島みゆきーずさんでした。